はい、皆さんこんにちは、マネルグリビッシュです、では今回はシンギレンの野望キシリア編サイルエンダーを目指そう続きをやっていきたいと思います。ここまでですね、宇宙は完全に掌握したので、地球降下作戦を始めているというところになります。で、主力がですね、まあ言ってみれば みんな宇宙に残っているという状態なので、まあ、パイロット中心に。これをどう地球に移していくかっていうのと、あるいは、原油戦力でどうやって、まあ、地球の攻略戦進めていくかっていうのを、視野に入れながらプレイの方はやっていきたいと思います。で、今はですね、北京とオデッサ、ここの両拠点は制圧済みです。なので、今はですね、この、マドラス攻略始めているんですけど、まあ、大量のフィッシュアイが邪魔をしてそれをさせまいとしてきているので、このマドラスを攻略した後、一度奪われたキリマンジャロ、これの再奪還作戦と、その段取りで、進めていきたいというふうに思います。では時間を進めていきましょう。宇宙はもう完全に委任してます。宇宙にね、あんまり戦力を置いておく必要もないだろうということで、いやー思ったよりフィッシュアイ硬くてなかなか進めないでいるぞ。こういう時にね、マップ兵器でフィッシュアイを丸ごと焼き払いたいですよね。お、ズゴックがむちゃくちゃ囲まれてる。まあ、代わりにとは言ってはなんですけど、基地侵入の進路が確保されたので、これを機に基地に侵入しましょう。北京はもう委任で、撃破できると思います。で、北京の周りの敵を一掃したら、北京にいる部隊は、ハワイを目指しましょう。ズゴックがおとりになってくれたおかげで助かりましたね。さあ、では、資金を使って、資源を購入しておきましょう。特別を使って資源の購入です。で、これで、まず宇宙の整理をしておきましょう。まずはハマーンを一度戻す。で、ハマーンを解任。この作業をめんどくさくてもやろう。マリーダも同じだ。マリーダも戻す、一度。フロンタルも一度戻しましょう。で、あとはシャア。シャアがどこにいる？赤い彗星のシャア。いた。シャア。シャアも一度、めっちゃ進めるね。シャアも一度、あ、間違った。シャアはルナ2に入れたかったんだ。シャアも戻します。で、リックドーム、アクトザク。これらの部隊、それにモビルアーマーですね。あとゲルググ J。この辺りはもうしょうがないので、宇宙を徘徊させましょう。で、キシリアも、一旦ここ、サイド5で、待機。キシリアが撃破されると、もうそこで終了しちゃうので。で、あと、リックドム部隊も、いやー、リックドムはここで待機だな。落とされてもしょうがないので、アーバーオアクーンにしろ、ソロモンにしろ。エルメスのララスン、これ、ブラウブロ、シャリアブル。ガダム、これ全員、あれだな。解任。解任。解任。で、パプア含めて、いや、パプアはいいな。エルメスは出撃させて、委任しちゃいましょう。もうここは完全に。
パトロール部隊というところですね。まあ、万が一地球から上がってくる敵がいた場合はそれを攻撃してもらおうという狙いですね。で、ソロモンにいるリックドム部隊もこのままここに待機させておきましょう。宇宙はもうこれで全ての指示が永久的にしなくて済むかな。輸送エルメス、エルメスは輸送できないので OK だ。では地上に移りまーす。で、地上なんですが、まずはズゴック部隊、ズゴック部隊で敵を潰しておこう。まだね、まだ早いです、キリマンジャロの奪還作戦は。先に生産だけしとこう、忘れないうちに。生産するのは、おっとパンパンだね、オデッサパンパンで、北京はモビルスーツが作れるね。じゃあズゴックいいよ、1機だけ、それにゾック、ゾックを3機で、あとは宇宙で作って、地上に輸送しましょう。今はモビルスーツがちょっとでも欲しいので、まずはガウ以上だな。で、地上に戻りましょう。地上はどうだろう、これ見る限り一旦型がつきつつあるかな。北京からはどうする、ここトリトンを狙うかハワイを狙うか。まあ、トリトン基地だな、狙うんだったらトリトン基地に向けて出撃をしていきましょうか。では部隊再編しましょう。残しておく部隊もある程度必要ではあるので、あ、そうだね、どうする、ゲルググ高機動型のゲルググ6機これだけ出撃させて、あ、そうか、今出撃できないね、敵が残ってるので北京はこのまま止めおきましょう。となるとあとはここだな、ビグザムは残すでしょ、フィッシュアイは出撃だな、もう適当に適当に戦ってきてくれという感じかな。で、残りですが、ザンジバル海、ビグザム、アプラサス、ザンジバルは残しておきましょう、一旦。で、肝心のマドラス攻略部隊、これを一気にマドラスの攻略に入りましょう。ちょっとね、ズゴックがいないので不安な点としては、まず一つは水中での戦いになった時に対応できるのかっていう不安ですね。まあ、ただその不安はあるものの、ここはマドラスの攻略を優先しましょう。で、残った人たちで、周りの敵の掃討に入ります。こんなところかな。あとは委任してあるので、よし何というところですかね。まあ、なんとかしてマドラス取ってキリマンジャロ取ってハワイを取って一刻も早くジャブロ攻略作戦を発動したいところですね。で、ハマーンをはじめ、モビルスーツに乗せる、エースパイロットたちは、早急に地上へと派遣し直します。
で、やっぱり拠点を確保するっていう意味では、北米大陸はどうしても抑えたいですよね、北米。ちょっとズゴックイーの戦闘シーン初めて見るので確認しましょう。水中での戦いか。これズゴックの圧倒的に有利だろう。棒立ちだけどさ。しかも水中で何を指しているんだ。ビームサーベルではなさそうでしたね。ズゴックが流行られたフィッシュアイに。マクベのギャン、ちょっと見たかったな。まず北京ですね。北京は委任しちゃいましょう。すぐ終わると思います。これで北京は戦闘が終結です。問題はマドラスだ。マドラスも指揮官が1で、残りは、砲台が何個かあると思うんで、意外とあっさり片がつきそうかなっていう期待はあります。問題はいつものサイサリスがいないかどうか、ガンダム試作2号機がいないかどうかですが、いなそうですね。で、木馬には攻撃を仕掛けておきましょう。あとはフィッシュアイだよね。木馬を沈める、これで。これは木馬じゃない、アルビオンだな。さすがに硬いね、アルビオン。ザンジバルのメガ粒子砲では落とせませんでしたね。いやー、ザンジバル、沈められたくないよ。特にザンジバル海馬ね、残したい。あとガウですよね、ガウ。ガウもね、沈められたくないで、もうちょっと近づいちゃう？結構足が遅いので。というか、これも委任で決着がつきそうだな。委任しちゃいますか。残っているのがアルビオンでしょ？あと、これちょっと見た目暗くてわかんないんですが、モビルスーツの数としては知れていて、残りはフィッシュアイなんで、全軍委任で片がつくので、もうこのまま片付けちゃいましょう。失うモビルスーツの数2、3機をちょっと想定してます。それ以上は失いたくない。どうしても足は遅いね。開発が終了したのがレズン計画の5ですね。 MS15 早速確認しましょう。あとは、忘れないうちに資源の購入も指示を出しておきます。で、モビルスーツ、生産していきましょう。もう生産できるようになってるね。まずは発進させよう。で、このタンクを潰す。で、生産ですね。忘れないうちに生産から始めましょう。レズンドワッジ、レズンドワッジか。ガルバルディ、ガルバルディも陸で使えるんだったらガルバルディ作っとく？汎用性は高いよね、ガルバルディ。ただビームライフル、ビームサーベル、レンジが微妙だよね。となると、やっぱりレンジに優秀なゲルググキャノン使いたくなるよな。ゲルググキャノンでしょ？あとは量産型のゲルググ。これ、数だいぶ減ってるね、いつの間にか。で、あとは、この先を睨んだ、水陸両用のモビルスーツ。ズゴック。
こんなところですかね。で、まずは宇宙に戻って、エルメス、マリーダさんを、駐留させて、フロンタルも、駐留させて、ジオングが届かない。このターンではジオング届かず。っていうところかな。エルメスのララーはもう解任済みだよね。では舞台リストに移って、マリーダさんを解任。フロンタルも解任。シャアは次のターンで解任しましょう。で、配属をこの後ね、していきます。このターンではちょっと配属はできないと思うんで。まずはズーゴックもマドラスに注入。注入。侵入ですね。注入、注入言ってましたけど。マクベ、これやられるな。一旦戻そう。で、あとは、舞台、再編していきましょう。ここには、パーフェクトジオングがいるね。パーフェクトジオングには、モビルスーツ部隊、ハマーンを乗せよう。ハマーンのさ、パーフェクトジオングとかちょっとやばいんじゃないの、まあ、耐久580。まあ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 っていう感じかな。ただ、ハマーンのさ、この指揮力含めた、このレベル14段階でこの力ですよ。やばいだろう、ハマーン。さすがはハマーン。ランバラールもちょっと解任して、ランバラールも新しいモビルスーツに乗せよう。ランバラール専用ゲルグ。これこそランバラール。ふさわしい機体だ。こんなもんかな。では、モビルスーツ部隊を出していきましょう。狙うは、ここ。トリトン基地。ここに出撃していきましょう。では、部隊、乗せていきます。ゾックは、搭載する、ザンジバル。ちょっと、モビルスーツの数は微妙だな。もうちょっとモビルスーツ揃うまで待った方がいいかもしれないですね。いかにもモビルスーツ不足という感じがするので、モビルスーツの数が揃うまでは、ちょっとここで、待機。まあ、トリトン基地落とせなくはないとは思うんですけどね。なんといっても、我らがハマーン様が、いらっしゃるんで。そのハマーン様を乗せれば、ちょっとザクワンも邪魔くさいんで乗せちゃいましょう、一旦。で、この後、ここでは、ゲルググキャノンに量産型のゲルググ、両方とも、改造済みのものに、ズゴックイ、ゾック、これも改造済みが、上がってきます、北京。もう2、3ターン待ってからですかね、そうなると。出撃だけはさせておきましょう。あ、ギャンがいる。ランバラール専用ギャン。これにじゃあ誰か乗せる？格闘能力が高いやつがいいよね。ジョニー・ライデン。さすがよ。格闘能力が高いミシャ乗せとくか。風貌もなんとなく似てるしね。じゃあザンジバルに乗せて、9マックス搭載量になってるものは制圧任務に入ってもらいましょう。ちょっとでも稼ぐと思ったけど、マックスになってるのは、あとは、ロンベルだけか。他は、マックス搭載量に至ってないね。ガウも作りたいね、北京は。この後。で、ここだな。よし、これで指示は全部出した。マドラスを取りましょう。
マドラス、敵の部隊が増えてる。一刻も早くちょっと中心基地押さえましょう。何？サイサリスがいる。いつの間に。こいつは最優先で落とさねばならない。いや、聞いてないよ、これは。本当にさ。パーフェクトジオン。暗い。このパーフェクトジオングの攻撃を。これでサイサリスは落ちるよね。あとはこいつらだよ。フィッシュアイだよ、フィッシュアイ。フィッシュアイマジ何様なんだっていうぐらい大量にいるからな。このフィッシュアイたちを捌ききらないと話にならないな。こんなにもフィッシュアイが大量にいるとは。まあそれでも絶対的な優位性は緩いでないかな。サイサリスは絶対に落とさなきゃいけない。核バズーカを使われる前に。ここだ。確実に落としてくれよ。これ核バズーカ使われるとマジでやばいですからね。パーフェクトジオング頼むぞ。あとは格闘で仕留めろ。危ない。2回ガードされたからちょっと危ないかなと思いましたけど、サイサリス落とした。ズゴック S 指揮官機ですね。これが一回やられましたが、マドラスは取れそうですね。さあ、もうじゃあここは委任して型をつけちゃいましょう。マドラスを取ったので、マドラスの次は、キリマンジャロ。まあ、近いので、キリマンジャロ攻略を目指していきます。ちょっとヒヤッとはしましたよね、やっぱり。で、そしたら、出撃させます。まずは出撃ですね。エルメス3機。さらに、エルメス。もう一機出しましょう。ガウはまだ輸送できない。できるね。ガウを、マドラスに輸送します。3ターン後ですね。で、あとはシャアのジオングを一度駐留させます。で、部隊リストに戻ってシャアを解任しておきましょう。これで、次のターン。というかもうこのターンかな。いきなり乗せられるね。部隊。パーフェクトジオング。その名の通りパーフェクトの存在になってもらおう。まずはマリーダでしょ。ララーだな。パーフェクトジオングにララーを乗せて、さらにパーフェクトジオングに誰を乗せるか。フロンタレぐらいかね。で、生産しちゃいましょう。モビルアーマー、パーフェクトジオング。モビルスーツなんですよね、ジオングは。
パーフェクトジオング。まさにパーフェクトの存在だ。パーフェクトジオングができたら、これにシャー、さらに、シャリアブルを乗せていきましょう。ザンジバルは一旦撤退だ。危ない。やられるぞ、このままだと。で、あとは、生産ラインですね。モビルスーツ。まあ、やっぱり欲しいのは、ゲルググなんだよね。量産型ゲルググ。数を揃えます。で、次の標的、キリマンジャロに向けて攻撃するためのモビルスーツ部隊の用意をしていきましょう。あとは、残ってる人たちは制圧。で、さらに、部隊を、確認していきます。ゾックだね。さらに、こう、ゲルググ。これ、ザンジバルのシュタイナーの設定。で、北京にはこの後、ガウが3隻、4隻入ってくるんで、で、それの到着を待ちましょう。で、あと、モビルスーツの、もちろん、増産ですね。そのために、一度戦略メニューに戻って、特別で、資源購入しておきましょう。これでお金はなくなるんですが、次のターンでお金入ってきたときにモビルスーツが作れますということになりますね。では、ターンを進めちゃいましょう。ハワイは無視して北米に侵入するっていうのもありだよね。まあ、地球上でも徐々に勢力を伸ばして今3つの基地確保してます。いやー、むしろどうなんだろうな。ちょっと狙うところをどこにするかっていうのはよくよく考えた方がいいかもしれないですね。今の目算では、この後、まあ、キリマンジャロはキリマンジャロで取るんですけど、取りやすいところから取った方がいいですよね、やっぱり。そうすると、ジャブロー攻略を睨んだ場合の話をすると、ジャブロー、言えてないね。ジャブローには、アフリカ大陸から進行していくっていうルートもあるので、無理にアメリカ大陸、硬いアメリカ大陸を狙わなくてもいいかなって考えると、あと取れそうな場所で言うと、ベルファスト取るっていうのはありだよな、一つ。ちょっとベルファストは取るのを念頭に、ベルファスト方面への増強をちょっと検討しましょうか。なんで、ベルファストに一旦部隊を、入れておく。で、ベルファストでモビルスーツを作る。作るモビルスーツは、ズゴック S。これただもう、カツカツだな。あと作れそうな、ゾックが1機しか作れないもんね。あっと、ゾゴック使っちゃった。いらなすぎる。あとは、ゴックとかもちょっと微妙なんで、ゲルグ。あとは、航空でガウ。ここはモビルスーツが欲しいね。北京はモビルスーツが欲しいので、モビルスーツ、誰作るかっていうとこ、ちょっと難しいですが、まあ、無難に。ゲルググを作っておきましょう。
で、一度前期を入れないんかい。で、あとはトリトン基地攻略に向けて、部隊をちょっとずつ進めておきましょう。あとあと早くなるんでね、制圧しておけば。で、部隊を乗せていきましょう。シュタイナーのザンジバルももう出しちゃおう。残りは、モビルスーツの生産待ちです。で、あとは、マドラスからはこの後、キリマンジャロ攻略の部隊を出していきます。で、オデッサからはベルファスト基地攻略を狙っていきます。なのでオデッサにも戦力をちょっと一旦戻していきます。地上でもここまで優位に戦いが進められてれば、だいぶこの先の展望が明るいですね。このゲルググ10機はもう徘徊させよう。このヨーロッパ大陸の警備隊、パトロール部隊ということで残します。フィッシュアイが死んだか。まあいいでしょう、フィッシュアイは。マドラス、まだ敵4機いるな。これ誰だ、こいつ。ずっと居座る気じゃないよね。フィッシュアイでしょう、おそらく。確認します。で、また資金はあるものの資源がないので、ここは資源の購入を先に打っておきましょう。で、宇宙はもうやることないでいいかどうか念のため確認します。ジオングは出せないんでいいよね。 OK だ。そしたら3つの地上の基地で生産を行っていきましょう。ガウ2隻作ってるんで、ガウをもう1機作って、いや、もう2機作っちゃおう。で、モビルスーツはここは困るんだよな。モビルスーツが困るよね。マドラス、いや、北京が先だな。北京でモビルスーツ何作るかですよね。まあ、まずはゲルググ抗議動型、さらに3年生ゲルググ、この後だ。どうする、ケンプファーかガルバルディか。まあ、ケンプファー見るとこれむちゃくちゃ金かかるね。耐久290、運動43、武士400。さすがにガルバルディよりも圧倒的にケンプファーの方が強いけど、これお金のかかり方が倍半分で全然違うんで、ガルバルディだな。というわけで、一旦ガルバルディ一機作っちゃいましたけども、戦略メニューに戻ってガルバルディを強化しましょう。で、今後ガルバルディもまあ使いやすい機体ということで量産をしていきます。で、ガルバルディを作っていくんですが、お金がなくなりましたね、今の行為で。まあ1機でも多く作りましょう。ガルバルディを1機。おー、作れない。2円足りなかった資金が、しょうがない。
で、せっかくなんで、このザンジバル、コッセルのザンジバル、誰か乗せる？ゲルグには赤花。結構残っちゃってるもんね。クランプもだいぶ能力上げてきたね、コーズン。シャーは一旦残そう。シャリアブルも残して、ジョニーライデン乗せるでしょ？あとは、デニム。これでいいかな。で、出撃させましょう。足が遅いね、ザンジバルは。普通のザンジバルなんで。で、こちらですね。舞台。パーフェクトジオングは、もう乗ってるララーでしょ？もう一つもさっき乗せた、フロンタル乗せた。OK だ。じゃあこれで、ちょっと待ってね。パーフェクトジオング、マドラスで作ったんだな。そうだね。じゃあ、マドラスで乗せちゃいましょう。パーフェクトジオング。これに。シャ。さらに、シャリアブル。彼らを乗せて、あとはゲルググに適当に乗せますか。配属。キャノンには射撃能力が高い人間を乗せたいんで、乗せていきましょう。ズゴック S にも誰か乗せよう。スレンダー。頼むぞ、スレンダー。最初に死んだキャラと言っても過言ではない。あと、マリーダさんが余ってるね。マリーダさん余らせるのもったいないよ。パーフェクトジョング。ちょっと他にいないか確認しましょう。どうしても、マリーダさん乗せたい。パーフェクトジオング。これ検索機能とかないのかな？パーフェクトジオングポーンって出したいよね。ちょっと見当たらないね。5機作れるはずなんで、パーフェクトジオングは。どっかにパーフェクトジオングいるはずなんですが、見つけられない。しょうがない。裏で見つけときます。なので、これで舞台を乗せて出撃させていきましょう。パーフェクトジオング。おぉ！解任しちゃったよ。しゃあ、まあ、パーフェクトジオングにはむしろマリーダさん乗せよ。せっかくなんで。で、舞台で。搭載ザンジバルで出撃、マドラスに向けて出撃でーす。ちょっとこのフィッシュアイが邪魔だな。このフィッシュアイがいる限り迂闊には動けないもんね。大部隊をちょっと動かしづらい状態になっちゃってるんで、このもこやつを沈めておこう。で、このゲルググでここ蓋しておけば敵は侵入できない。ズゴックはもうそのまま出しちゃおう。今回確実に、このフィッシュアイ、こいつを4機撃破するために。で、搭載させて出撃。ザンジバルはちょっとでも進んどこう。足が遅いザンジバルを残しておきたくないので。ちょっと不安なのが本当に一時的にとはいえ、ここのマドラスに部隊が誰もいなくなっちゃうのがちょっと不安ですが、
で、戦力増強している、ここオデッサでは一旦モビルスーツを呼び集めて、ベルファスト攻略のための部隊を集めます。まあ、パーフェクトジオング4機これがキリマンジャロ攻略に向かうので、まあ大丈夫だとは思うんですけどね。よし、フィッシュアイは片付けた。キリマンジャロ取ってアフリカ大陸制圧したら、やっぱりベルファストですね。でトリトン基地も狙うと。ズゴックはさすがにモビルスーツにタコ殴りにされたら沈むよな。さあここもまずは特別で資源購入を先にやっておきましょう。で宇宙はもう一旦置いておいて地上ですね。北京、で北京からもザンジバルを出しましょう。で北京は護衛のモビルスーツとしてガルバルディ、これを何機か用意しとけばまあ一旦はいいね。で敵が近づいてくる気配があれば増強を急いで行いましょう。ガルバルディ、一旦北京はガルバルディを用意しておきます。であとはザコザコ進んでいきましょう。トリトン基地攻略のためです。またね、油断してるとサイサリスがアトミック核バズーカを核バズーカをぶっ放してくる恐れがあるんで、そこだけ注意が必要ですね。あとはキリマンジャロへ上陸を一刻も早く仕掛けたい。一旦オデッサには先ほどお話したようにモビルスーツを集めて、ここの増強、まあなんといってもねベルファストを取っちゃえばあとは本当にジャブローを目指せるっていう環境が作れるんで、その状態に近づけます。ホワイトベース隊らしきもの、もしくはアルビオン隊らしきものがいるな。ちょっとこれは要注意だな。まずは散布して回ろう。ホワイトベース相手にさ、ザンジバルの手法ではちょっと話にならないんで、とにかくミノフスキー粒子を巻きまくって濃度を上げておく。ガウも出す？ガウも出しとこう。よし、これでいいね。キリマンジャロ攻撃の部隊処置完了して、中国方面からトリトン、オーストラリアを目指す部隊も指示出し中で、オデッサに関しては部隊を集結中なのでこれでいいですね。ターンを送っていきます。まあ落ちないよな。逆に陸戦ガンダム、いや水中ガンダム6機がスタックしてたんだな。そこ
で、一旦とにかくアフリカ大陸に部隊を上陸させましょう。ザンジバル何機かが犠牲になるのは仕方なしとして。で、一刻も早くキリマンジャロに攻撃部隊を突入。そっからですね。防御防御防御。とにかく防御。残ってくれ。ズゴック2機。撃沈されたものの、まあ逆にズゴック2機で済んだので良かったですね。ご指示をお願いします。さあ、お金はあるので、このターンは生産に専念しましょう。まずは、ベルファストを狙うオデッサ。ここの増強は急務なので、オデッサを、増強します。ガウ4機に、それなりにモビルスーツの数も揃っているんで、まあ、こんだけいればなんとかなるかなっていう感じにはなってきたね。じゃあさらに、ガウをもう2隻増強して、モビルスーツは、失ったズゴック。で、マドラス。マドラスもね、ちょっと怖いっちゃ怖いんで、せっかく取ったマドラスを失うわけにはいかないということから、ガルバルディ。これを量産しておきましょう。で、ガルバルディ作ったんで、ガルバルディ動けないんで、ガウを用意しておきます。で、中国方面だね。ここはガルバルディ4機いればいいでしょう。周りに敵もいないしね。ちょっとハワイ、こっから、なんかミディアが、何か陸戦用チームを輸送してるな。ここだけちょっと怖いんで、そうすると、ゲルググと、これだけ、護衛に残そう。残りは、もう、上陸。ひたすら上陸だ。あ、ここにパーフェクトジョングがいる。ここにいたんだ。忘れないようにここのトリトン攻略したら、もう攻略した気でいますけど、攻略したらトリトンでシャリアブルを乗せましょう。忘れないようにしないといけないね。 OK だ。これで、トリトン方面は OK だね。で、マドラスは、部隊はどうなってるかというと、あんまりいないんで心配なんで、モビルスーツを作ろう。ああ、お金がない。もう作ってあるね。どうしようかな。ここ心配だな、本当に。まあ、しょうがないですね。さあ、モビルスーツは発進していきます。パーフェクトジオング。マリーダさんも、出撃だ。で、ズーゴック。キャノンも出ましょう。さらに、三連星のゲルググと量産型ゲルググ。シャーゲルグにガトー専用ゲルググもいる。沈めたいよな、ホワイトベースルーモドキは。ちょっと届かないね、ハーモンさんは。いや、ここはパーフェクトジョングだろう。ララーのパーフェクトジョング。ここは出れないでいいよね。出れるんかい。まあ、ただ、発進するのはズゴックだけにしましょう。水中から攻撃する。これだったら敵も度肝抜かれるかなと思ったけど、水中からだと攻撃できない。攻撃してほしかったわ。ホワイトベースは沈めなければならない。
こんなところにミディアがいるのか。ミディア落とす。よし、これでじゃあターンを進めまーす。キリマンジャロは落としたいよな。スレンダーが敵のジムを仕留めてくれた。あー硬いな。ルビオンですかね、形状を見る限り。まあ、次のターンでキリマンジャロにはもうモビルスーツ部隊をなだれ込ませましょう。何があっても。またフィッシュアイで固められちゃうとね、身動きが取りづらくなってしまうんで、そうならないように先にモビルスーツ部隊をキリマンジャロ基地へ突入させます。まあ、キリマンジャロね、何回か前にご覧いただいていた方はご存知だと思うんですけど、一度イベントで撮ったんですけど、その後放置したことによって敵に奪われているので、これはいち早く奪還ですね。すごくいい、すごくいい。スレンダーは残った。コンスコンも頑張ってるね。ハーモンさんも大丈夫。ガウが一気。これは敵のアルビオンだな。やっぱアルビオン相手にすると多少分が悪いですね。ザンジバル改造してあったとしても。マドラス。こんなに敵来んの？ちょっとまずいぞ。これは自分でちゃんと指揮を取らないと。マドラスがやられるということになりかねないので。ちょっとマジか。マドラスが落とされるはありえんぞ。ただフィッシュアイが中心なんで、ここにいる限りは大丈夫だな。近づいては来れないだろう。いや、ガウ残して正解だったわ。急いでマドラスに部隊を戻さないと。上陸してきたやつがいるね、一人。誰？ミデアか。ミデアごとき。まあ、ただここは何もしない。これ何乗ってんのよ。フィッシュアイでしょ。何もしないぞ。ミディアごときに落とされるガウではない。小島隊長が乗ってるとはいえだ。いや、助かったね。ちょっとこの次のターンで確実にマドラスに部隊を入れないと危ない。まあ、こいつらではこのガウは落とせん。まあ、間違ってもね、ここで委任にして。何？モビルスーツ部隊が出てきている。誰だお前、いなかったじゃないか。水中型ガンダムか。危険なやつがいるな。ここは散布して逃れよう。今このマドラスをやられるわけにはいかないんだ。まあ、なんとか持ちこたえられるでしょう。危なかった。ちょっとマドラスに急いで部隊戻しましょう。で、まずはいつもの特別で資源購入を行っておきます。で、マドラスだ。忘れないうちにマドラス。マドラスの近くに味方の部隊いる？うわー、届かないんじゃないの？届いたー。助かったぜー。
で、生産だよね。ガルバルディが次のターンで完成する。この完成待ちだな。まさかこんなドキドキする展開にさせられるとは思わなかったな。ゲルググは失ってないから作れないね。じゃあガルバルディで、オデッサはこの後モビルスーツを突入させなきゃいけないので、そうだな、モビルアーマーでグラブロ作っとこう。で、あとはモビルスーツ生産。いや、違うな。ここは、ガウ。作っておく。これで、戦力が整ったら、ベルファスト攻略に向かわせましょう。で、マドラスは一旦耐えるしかないので、耐える。で、今回ポイントになるのが、突入です、突入。ちょっと待ってね。どうする？まずは、ガウに、この、はぐれちゃったゲルググを乗せて、あとは、侵入できるものは全員侵入だ。ここで、キリマンジャロを取り返す。思ったより突入できないね、今回。しょうがないな。これはしょうがない。突入できる数があんまり確保できなかったのはちょっと心残りだな。まあしょうがないですね。ここはとにかく侵入。ダメだ。ちょっと数があまり確保できなかった。しょうがない。ここは散布して、温存しましょう戦力を。パーフェクトジオングがなんか思ったような強さのイメージじゃないのがちょっと気になるな。で、マドラスの方は OK だね。キリマンジャロも突入するものの、しばらくは、拠点確保に努めるしかなさそう。で、そろそろ部隊を整理して、出撃の準備を整えなきゃいけないのが、ここ。オデッサです。ちょっと出撃できるものから出撃させていこう。まずは、グラブロ。グラブロもう一機作ったよね。いた。グラブロ。で、ある程度護衛は残しておかなきゃいけないんですが、ここはビグザムを残しておけばいいので、ビグザム一機いれば十分だ。ガウも4隻いると安心感あるね、輸送に関しては。
ガウ。これで出撃させていこう。モビルスーツ残ってるの何機かいるね。そしたら、ズゴク。これも出す。とにかく、総力戦で、まずは、ベルファストを取ろう。アプラサスは出れる。3。出れるね。頼むぞ、ドズルザビ中将。ドズルザビ中将が、短期で、オデッサを守ってもらわなきゃいけないので。いや、ガウはやっぱり機動力あるね。水力、マックスまで改造してあるんで。攻略のスピードが上がりそうで、ありがたいですね。で、ドズルザビ中将の守る、オデッサ。ここはまあ安心かな。あともう一個だよね、トリトン。トリトン基地にももう部隊を出していく？まず発進。ズゴック部隊。キャノンを先に出して、キャノンからの砲撃で確実に数を減らした後、パーフェクトジオング。あとゲルググを出しましょう。ゲルググはもうこの次、そのまま短期で突っ込んでもらえばいいでしょ？ゲルググを出して敵モビルスーツを攻撃。さらにランバラル専用ギャン。よし、 OK だね。で、北京はこんだけ部隊いれば安心感あると。3連星のドムだけちょっともったいないな、遊ばせとくには。この後使い方は検討しましょう。よし、じゃあ時間進めまーす。キリマンジャロに思ったより部隊が投入できなかったので、キリマンジャロは無理強いはせずに、確実に敵戦力を削っていきましょう。結構食らったな。やっぱりキリマンジャロが一つの天王山になりそうな。開始伝ジョブジョン撃破。ジョブジョンってサブパイロットですよね、確か。ホワイトベース隊の一年戦争時の。いやもう本当にこのギレンの野望みたいなのが好きなんで、やってるとどんどん時間経っちゃうんですよね。もうパッと見たら今1時間過ぎちゃってるんで、ちょっとね、霧のいいところで終わりにしたいなとは思うんですが。ズゴックが思ってる陸だと活躍できてないかなっていう印象はありますね。さあ、マドラスだ。マドラスちょっと攻略するの難しそうだよな。違う、マドラスは守らなきゃいけないところじゃないか。守りきれるのかマドラス。うわ、ゲルグが足が遅すぎる。大丈夫か、ギャン。いや、違う違う違う。ガウ。ここは、散布。散布で耐えるしかない。
そもそもモビルスーツ出せるのか。そこだよな。ちょっとさ、お姉さん動きが悪すぎるわと思ったけど、ここから一気に速くなった。モビルスーツちょっともうちょっと戻さないと、このマドラスで時間ばっかり食っちゃうね。ただこの装甲を強化したガウの前に敵も攻めあぐねている様子があるんで、まあしばらくは大丈夫かな。ただ敵の数が増えてこのまま増援が来ると危ないので、早め早めに手は打ちましょう。確実にこういう時に数を減らす。ガルバルディがようやく出てきてくれた。これで戦況が変わる。というかもうこの時点で全軍委任で大丈夫ですね。ガルバルディがこんだけ入ってきてくれたらもう、キリマンジャロ、意外と敵の部隊少ない。これはいけるかもしれないな。まあいずれにしてもね、今回は主力部隊がいないので、攻め込みはしないで、まあ拠点のね、確保に努めていくということになると思うんですが、思ったより敵の数が少ない。これなら、あるいはいけるのでは?と思わせてくれる数しかいないですね。敵もこちらに迫ってくる気配がなければ、一旦ここで制圧して、ばらまいて終わりだな。ただ敵もここで生産活動はしてくるので、ターンをかければ立てるほど敵は増強されてしまうんで、できれば1ターンで終わらせる気持ちで、まあ軍を投入したかったんで。おお、来るね。撃破されるわけにはいかないので、ここはおとなしく下がりましょう。仮に制圧した拠点を失ったとしても。逃げ惑う。やっぱりちょっと増えたよね。21だったのが部隊数25まで増えてるんで、おそらく敵、生産していたものが実戦に配備されたんじゃないかなというふうには思います。じゃあまた資源を購入しておきましょうというところなんですが、もう1時間以上、だいぶ過ぎちゃいましたので、今回ここまでにさせていただいて、次回はですね、ちょっと今画面映ってますが、キリマンジャラの攻略、あとマドラスが心配なので、マドラスに、部隊をちょっと一旦戻しつつ、オデッサはこの後、ベルファスト攻略に向かいます。並行して、まあ、単方面で作戦展開中ですが、ここ、トリトン基地の攻略も行っていくということで、ジオン軍一大攻勢中というところになります。では、今回はここまでに、させていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の
収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。